私が今持ってるこの10円玉、これを渡さないと彼女たちに買うことができません。で早速私今ここの上に行って、コインを渡してきますので、彼らがですね、購入する様子をご覧についてください。最初に、悲しい出来事が起こったんですけれども、今購入している子がですね、チェリーさんっていう子ですね。あと手前にいる子がベリーっていう子ですね。でチェリーを今ジュース飲んでるのがお姉さんで、まあ、手前にいるのが妹に当たります。で私チェリーがこれ今日の中で一番強いメスなので、弱い子がちょっとあげたんですけども、ベリーはですね、このごめんなさい、チェリーという子がベリーにあげたコインを取っちゃいました。で取った後に向こう行ったんですけども、その隙に私もう1枚あげたつもりなんですが、おそらく2枚とも取っちゃったんですね、はい、ですのでジュースを今2本飲んで持ってるっていう感じです。で飲み終わったものは10円、飲み終わったら右のところから、10円玉がもう1回出てきますので、もう1本くらいという仕組みになっています。基本的にやっぱり強い子が使っている時っていうのは強くない子は使うことができないので、ベリーはですね、残念ながら、あら、なんか美味しいものが来たのかもしれませんね、はい、ベリーさん、まあ、残念ながらですね、ジュースは今日購入することができそうにありません。で本当はチンパンジーってオスが強い社会なんですが、いたいた、これがですね、オスでボンボンって言います。でこの中で群れの中で喧嘩が起こった時に、その喧嘩を止める役割の子がですね、こう僕らアルファオスって言うんですけども、このアルファオスとしてのボンボンの、まあ、役割なんです。ただ、まあ、先ほどチェリーさんっていう子は実はこのボンボン君のお母さんに当たってですね、ボンボン君お母さんだけは逆らうことできなくて、それで、本当だったらチェリーさんお母さんがいないときはボンボン君が大体勝ったりするんですが、今日はもうチェリーが独占してますね。今ちょっと奥に走ってるんです。あれがお母さんです、はい、お母さんがいなかったら絶対にボンボン君が頼むんですが、残念ながら今日はチェリーさんの天下で終わりそうです。あと1本、あれ、あと2本あるかな。飲み終わったところ、×っていう印がついて、まだ買われてないところはランプがついてないですよ。だから多分奥の2つがまだ買えますかね。はい、あの缶を、そうですね、飲み終わったのを空き缶回収機に入れれば、飲むことできますけど、もしかしたら今、チェリーがあそこに行った隙にボンボンに渡せる可能性あるので、ちょっとボンボンに狙ってみます。もしチェリーが来たら、ごめんなさい、あげないようにします。お母さんの目を。ああ、よかったですね。
お母さんの目を盗んで買えましたね。よかった。あ、来ました。あ、これね、ももこさんっていうまた別の子ですね。ちょいちょい見てる。はい。そうですね。お母さんちゃんとどこにいるかっていうのを場所位置を把握してます。でお母さんの気づかないうちに、目を盗んでですね、あの買ってます。まあそういうところはね、なんかやっぱり分かりやすいですよね。はい。でこれお母さん気づいたらですね、もうタタタタタってもう降りてきて取っちゃうんですけど、今日は大丈夫そうです。はい。無事にチェリーさん独占は免れてですね。はい。まああの今ある手前にいますももこさんというこのジュースは買うことできるんですが、やっぱりボンボン君とかチェリーさんの方が全然強いので、買うことできません。まあ、ただあの組み合わせはですね、あの毎日変えたりとかしてますので、ももこも、変えることはあります。はい、ざっとですね、まあ、20分ぐらいの、まあ、短いお話だったんですけども、まあ、このような感じですね、チンパンジーの頭の良さというですね、皆様にお伝えできたらいいかなと思います。はい、最後まで、ご清聴いただきましてありがとうございました。また引き続きですね、たまごのプロの報道をお楽しみください。ともこさんですね。ともこさん、ちっちゃい穴からこうやって取り出すのかな、果物を。